お前、ちょけてんだろ、これ、お前よ。なあ。マイナス1300万。まあ、正直、ガタツメ見てて、ほんとうるいなと思って。いや、ちょっと、このスパーリングやってもらいましょうか。ちょっと一応、向き合いますか。あ、いいっすか。いいぞ。いや、何これ。ええ、何ブレイキンダウンだよ、まあ、ブレイキンダウン。あれですか、朝倉未来のやつですか。もう俺朝倉未来。朝倉未来ですね。そうそう、そうです。朝倉ミルクじゃないよ。朝倉ミルクなんですっけ。朝倉ミルクじゃないの。あ、じゃないってことですね。知らないの。モノマネ、朝倉未来のモノマネのタレント、朝倉ミルクって言うんだよ。ジェームスさん、あんまその話広げなくていいです。君は誰。いや、ウリタさんのでしょ。え、何、じゃあ名前言ってください。ウリタマ。はい、ウリタマ。ウリタマ。そっちは。それは俺も知らん。この格好しろって言われたけど。で、誰かじゃあオーディション来るってことですか。そう、生意気なやつ、ちょっと暴力的なやつ。はい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 。うん、ちょっと尖ってる演者オーディションですね、じゃあ今日。そうです。あ、分かりました。いやー、オーディションの方来てもらいましょうかね。そう、はい、うん、どうぞ。何座ってんだよ。アイス座れたら。なんだよ。座る前にアイス。おかっと。自己紹介せん。いや、普通、まあ、社会人として当たり前のことだ。じゃあ、これから、脇は、まあ、普通に職名が来ました。川越証券。あ、一応でも川越です。エリートじゃん、それ。川越証券エリートだよ。いや、まず準備してきただろ。それ、さっきから何回もさ。何を準備するの。こっちが、こっちが違えた、間違えたよ。こっから、それは違えた。俺らのオーディションだろ、これ。そうだよ、そっち盛り上がってんじゃない。それは申し訳ない、それは申し訳ないです。なんだよ、こっち側じゃねえかよ、あいつよ。ちょっと一回静かにしとくわ。北九州から来ました、早くです。まあ、正直、ガタツメ見ててぬるいなと思ってたんで、今回、このガタツメを盛り上げるためにちょっと応募させてもらいました。ああ、経験あるの。経験聞こえ。経験どうなんですか。経験です。俺はでも今年の春ぐらいから打ち始めて。初心者。よくこれ、うん、ずら下げてる。いや、でも、まあ、よく言う障害収支ってやつ。一応、はいはい、うん、一応プラスで。いくらぐらいプラスなんですか。30万。あ、ちょっとすみません、プラスの方はちょっとダメなんですよ。すみません、負けてないと。そうだから、うちのブローカーはそんなもんじゃないから。障害者に言ってみろ。いや、プラス30万、ひよっこじゃないから。マイナス1300万。お前にできんのかよ、それが。もう強えな。そんな強え、やるよ。そういうことだ。で、パチンコできんの。パチンコは、ハヤトさんですか。ようわからんか。ようわからん。あ、それしたことはない。したことなくて演者になりに来てるんですか。さあ、アピールポイントは何なんですか。いや、まあ、そもそもまずガチンコの解説とかしてないでしょ。お前たちしてねえじゃん。ああ、まあ、それな。ああ、ただ打って下ネタ言って、ね、身内でキャッキャキャッキャしてるだけだと。そう言われるとそうなんですよ。要するにトークだろ、トーク。はい、喋りで見せ場どんだけ作れるかってことだな。いや、まあ、俺らのトークって僕の朝倉ふとに刺さってんだよね。まあ、そうですね。どれだけこの朝倉ふとるそれでいいよ。いや、でもいいね、それ。朝倉ふとるでいいわ。いいよ、それで。あ、じゃあそれでいい。うちのふとるさんにどれだけ刺さるかが問題だから。まずは刺せんの、トーク。いや、刺せるわ。刺せるわ。じゃあ、なんかちょっとエピソードトークしてくださいよ。エピソードトーク、まあ
エクソドトーク。はい、バチンコにおけるか。バチンコにおける、そうです。バチンコにおけるエピソードトークか。いやいや、じゃあもうあるあるでいい。じゃあパチンコあるあるで、ひとりさんに刺してる。ああ、まあ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 、あるあるか。うん、激圧を外した時の、一般人と宣言間違い。宣言を。サッパーでした。サッパーってマジか。こいつだあかんすわ、重みしてあります。うちの武道家がそのあるある言うから、ああお手本にしてこれ。ちょっと見せたら戦国乙女を打ってるチーユ萌えカットインが出た時、うん、出た萌えカットイン。顔芸じゃねえか。顔芸じゃねえかこいつ。なんだっていいんだよ。あるある、これあるあるだろ。あるあるだろ。あるあるだろ。動きますと。まずオーディションなのになんでそんな足開いて。いいよ。ということでキャラってことで。キャラ作ってきてるもんね。須田いね。須田。須田。須まさき。須田よ。須田。うん、あ、須田とまさきさんさ。できたらしい。脇代さんってさっき聞きました。いやいやいや、まあ別名ね、普通に。じゃあこっちが佐田だったらこっちはどう？まさし。お前なんだよ、お前。お前、ね、おいちょけてんだろ、これ、お前は。なあ、ズベらしいから、お前よ。人生かけてんだろ、こっちは、お前。いや、なんか、まあ、まずこいつが、俺全然危んないから、こいつが何が強いのかっていう。ビジュアルの面白さって感じるし。まずね。まずおもろいな、確かに。それは見たら、パッと立ってみるよ。パッと立ってみるよ。立ってみるよ。何にもないでしょ。何にもない、特徴もない、ね、特徴ないでしょ。うん、ちょっと待ってくれよ。ちょっと待ってくれ、なんだよ。待ってくれ。勝てますよ、本当に。うちの子勝てるから、何でもやる。余裕だ。じゃあ、ちょっと室田君、スパーリングやってもらいましょうか。うん、あ、いいですか。いいですよ。じゃあ、大喜利でいいですか。こんなパチンコは嫌だ、どんなパチンコ。もうこれ挙手制で。俺も入ってる。もう一緒にやっちゃえよ、一緒にやっちゃえよ。誰やってやるよ。じゃあお前もやれよ。お前もやれよ、お前もやろよ。ドクターチェックあるだろ、なんで。やったのやったのどんなパチンコ？はい、はい、室岡。パチンコ台に座るときに椅子にエネマグラがついてる。噛んだからもう一回。手上げるとこから。はい、はい、室岡。パチンコ台に座るときに椅子にエネマグラがついてる。なんで2回かも。もう次。はい、はい、コーヒーレディーが全員黒毛ある。嫌だですからね。嬉しい可能性もある。嬉しい可能性もあるな。それはそうだ、あの世代だな。はい、あ、ワンキロ当たるたびに暴露される CR らしい。なんかあるの、暴露されて嫌なの。それな、あるの、嫌なこと。暴露されて嫌なことあるの。待ってくれ。いや、ある、それあるだ、みんなあるだ。言えるかな、こっちは。こっちは関係なし言えるからな。俺たちは関係ない。忖度なし言えるからな。ちょっともらいましょうか、1個。その自分の暴露されて嫌なこと。あれ、ビビってんじゃねえ。ビビってねえよ。ビビってねえよ。こいつビビってねえよ。ちょっと待ってくれよ。暴露だな。もしもし、これこれさん。ね、よさこいパンチ主の、あの、わきわさんなんですけど、ちょっといろいろありまして、ちょっと、はい、どうぞ。いやどうぞどうぞ。疲れるかどうか分かんないかな、うん、女性だ誰ですかそれ。あ、使えねえな、これな。使えねえよな。カッチ、もう次の、次行こうぜ。次行こうぜ。あと3人残っとやん。いや、ちょっと待ってくれ。お前、ちょっと笑う頻度だけじゃん。ちゃんとキャラ入れよ。楽屋だとめっちゃいいやつ。無理してる。無理してるでしょ。いいやつじゃ
たまきを取ったのかな。そういうのじゃなくてよ、ちょっとちゃんとキャラ入れよ、お前よ。いいやつなんだよ、こいつだよ。ウルタマさん、どんどん出してくださいよ。そうだね、じゃあ、CR ガーシー、プレミア演出が出た。どんなプレミア？ガーシーに絞るとちょっとね。お前がやれよ。あれやれよ。もうなんかダメ出ししてるけど。お前が、役割がありますから、詰めてるけどよ。これで出していいですか。やってみよう。じゃあ、クイズ形式の大喜利しますね。クイズ、はい。海物語で、リーチが来ました、激アツの時に流れたものは何。はい、これはもうパチンコ。わきわ歌なんて分かるな、行くねや。大喜利つってんだろ、俺なんてやめなよ。一回な、ここでちゃんと言っとくんで、ここに伝えてやっていくから。何言ってた、何。サンドの四色方向。サンド君、四色方向。ちょっと待って、面白すぎるじゃないか、お前。ちょっと待って。サンドが、サンドサムが4層方向で、ね、グやれやれんの、やれよお前、なんかよ、やれんの。サムが4層方向より上が出てくる。ちょっとすげえもだよ。ちょっと待って、ちょっと待ってくれ。お前勝たないと、この後どうだぞ。この後の展開決まってんだから、お前勝たないと。決まってんだよ、お前勝つのはこのままでしょ。お前勝つことになってんだから。もっとできるって信じてるんだよ。パチンコ YouTuber、 YouTuber を踊るのパチンコ台ね。 YouTuber、 ハズレ確定図柄、誰。はい、浮気を行くの。メグウィンとまだハズレ確定図柄いっぱいあるから。メグウィンと、まあこれ絶対ハズレだ。ブンジとあと、それは本当のハズレじゃん。マックスムレと3つじゃないか。まだあんだろ、まだあんだろうがよ。出せるだけ出せよ。はい、ジョーブログと、まあ、ここ来たら間違ったわ。ちょっと行くよ。じゃあ行くよ、やってやるから。やろうぜ、支度しろよ。本番だよ、僕ら。僕の分までやってくれよ、まずろ。ウリタマさん、やってやる。負けたらどうする。負けたらどうする。もういいよ、もうじゃあ坊主にしようよ。誰か負けた方が坊主。脇尾が、脇尾が坊主ってことね。あ、負けたら脇尾が坊主。負けた方が脇尾が坊主。負けた方が脇尾が坊主。脇尾が坊主坊主ってことだな。あ、僕ってことだな、俺は。あ、でもジェームスさんがほらね、あの坊主とかそんなダサいですからちょっと言うんだっけ。負けたらさ、赤髪にしてさ、常にさ、パキホーパキホーパキホー。別にレキさんってないからな、あの人は。あの、赤くするってこと。そう、赤くして、あの、解明してもらうパキホーに。おかしくね。現地取ったからな。やってやるよ。やろうぜ、やろうぜ。どれだか大丈夫ですか。心配なんですよ。編集すればじゃん。お願いします。どうぞ。お願いします。オクラだけはやめてくれよ。オクラは絶対ないです。もう感覚でわかる。これ結構面白くなります。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。はい、ということで、今日は異種格闘技戦ということでね、はい、3台並びでバラエティー押さえております。はい、
脇尾くんのがアイドルマスター、はい、僕がサイボーグ009、室賀くんのが DD 北斗拳2ですね、はい、でも脇尾くん超初心者でレバー以外打ったことないということなんで、はい、いろいろなことを教えながらね、お願いします。やっていきたいと思います。はい、場所、お金入れるとこ分かります？さすがに舐めてます、それは。自分の右です。いやいや、違う、それはランバルさんなんですよ。それ、なんか、この前の動画でもやってませんでした、それ。毎回初心者に。あー、なるほどね。じゃあ、バレてますよ。行きましょうかね。はい、はい、1枚目から。じゃあ、あれですか、エヴァ以外のパチンコ打つの、今日は初めて今。いや、そんなことなくて、僕、最初の台が世界で一番強くなりたいんですよ。初めて打った台が、はい、初打ちが。なんであれをチョイスしたの？いや、全く分かんなくて、友達に無理やり打たされて、でもそこで大当たりしたんですよ。なるほど、はい、で、ハマってしまったと。ハマってしまって、エヴァで。で、今 YouTube でパチンコ動画が熱いという感じで、はい、爪伸ばして今来たわけで、ここまで。いや、まあ、ただ僕、アニメが好きなんで、あ、そうなんでちょっとパチンコにはまりやすかったんで。なるほど、はい、アニメの半径いっぱいあるんですもんね。そうですね、だからもうめちゃめちゃ楽しくて、だからエヴァとか特に好きだったんで。はい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 、よさこいバンキッシュって、はい、登録者でいうと何万人なんですか？はい、一応今42万人です、ね、42、はい、でよさこいさんはでも4人組なんですよね、はい、一応今4人組ですね。男2人女2人です。なんかそういえばオーディションみたいなしとったね。やりましたね最近。はい、やらせていただきました。僕入りたいっていう子いましたね。いや本当そうだったんですよ。でも聞いてください、はい、こんな僕たちでさえ、はい、一応応募が200人あったんですよ。そう、いやすげえわやっぱ。だ嬉しかった本当に。応募したら、はい、なんかあのアマゾンギフト券。いやそんなことなくて何の得点もないですけど、そう来てくださって。すげえ。でもなんかよく言われるじゃない、第7世代でしたっけ。はいはい、お笑い第7世代とかいますよね、はいはい、で今 YouTube もあるらしいんですよ、そういう世代が、はい、その若手で。よさこいバンキッシュさんは、はい、第何世代なんですか？第3とかだと思います。へえ、はい、一応じゃあヒカキンとするってことですね。そうですね、ヒカキンさんとしたら、はい、まあ、第2あたりで、まあ、PDS さんとか、はい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 、それこそあの真帆さんとか。ああ、はい、なるほど、はい、じゃあうちの室岡第一世代ですよ。そう、えヒカキンと同期ですから。そうなんです。何を隠そう、はい、ヒカキンさんとはマブダチなんで。知らんかった。ほんとそう、マスオ TV の座に本来収まるべき人は僕です。まあでもヒカキンの友達っていう職業なんであれは。そうですね、はい、あ、そうですね、ちょっとそうじゃないですけど。まあでもいいよな、なんかヒカキンのお兄ちゃんやっただけで数字が伸びて、ヒカキンの友達やっただけでさ数字が伸びてっていうね。ああちょっと待って、もしかして正金のこと言ってる？正金はバカにしないで絶対。そうですね、うん、アップデートされてないやん。正金 TV 正金ミュージックオーヤーみたいな。それはだって別媒体がやりやすいんで、うん、当たったわ。当たってる。なんかさ、そのさ、ちょっとはなんか台に対する何かをちょうだいよ。そうっすね。いやいや、そのいや、これね、当たっていいなって思うでしょ、はい、当たるのは、まずチャンスをもらったくなる。あ、そこ、なんですか、まだ、まあ、格言突入率は 0.5% しかない。ええはっきり言って 0.5? はい。これは本当ただチャンスをもらっただけで、今から時短100回転に入って、はい、その間にもう1回当たるを引いてやっと格変に入るんです。いや壁高っ。ギャーギャー言わなくていい。なるほど。この右打ちになってから熱くなった時にやっと俺は騒ぎ出す。はいはいはい。こっからっすね。じゃあそのよさこいといえば、はい、これみたいな売りは何なんですか、はい、まず伸びた動画といえば、その渋谷で100人キスするまで帰れませんとか、そのスピーダスを3人で一本飲み切るみたいな、はいはい、こうやってましたね。それだけ見たことあります。あ、それだけですか。それだけですか。あれめちゃくちゃ再生ついてるっすよね。あれやばいっすね。何百万どころじゃないっすよね。あれもう1000万近いぐらいっすね。1000万再生ぐらいしてますよね、はい、すごくない？すごいね。そんな動画ある？1000万再生。1000万はないね。昔は行きやすかったと思います。でも体張れば。へえ。あれどういう気持ちで編集しようか。いやでもやっぱりその当時はもう動画で死ねたらいいなと思ったんで。いや昔の YouTuber 気合が入っとんね。気合入っとんね。やっぱ気合入ってましたね。これは正解です。ああブルったー。どうブルりました。あ9点。これ熱い。いやこれ絶対に先輩するんで、これは熱いっすよ。めっちゃ熱い。行っちゃってください。もうこれもう当たったみたいなもんです。エヴァンゲリオンの7点牌みたいな感じ。もう当たりじゃないですか。そんなもう
そんくらいこの9点パイ図柄強いんだよ。あとブルッタやろこれ。ブルッタ強体シーズン。もう価値格じゃないですか。これは熱い本当に。濃厚だね。それでは参りましょう。ラマル死んだらこれがランマルシンドロームの世界です。こういうのを持っといた方がやりやすい。うわちょっと作っとこう。今日、はい、今日作りましょう。今日作ります。じゃあよさこいみたいな よさこいフェスティバルとかどう。よさこいフェスティバルいいな。ただのよさこい祭りや。本当にまんまじゃないですか。ただのよさこい祭りや。本当にただの。お仕事にしていきたいってことは、はい、あれですか。やっぱ YouTube 結構厳しくなってきてます。その収入的には。あもう全然食っていけないですよ。食っていけないですか、はい、全然食えない食えない。直近の再生数見てみろじゃん。あ直近の再生数見てみろじゃん。直近の再生数か。ちょっと待って。やっぱあれか、登録者じゃなくて再生数か。いやそれは本当にそうなんですよ。そうっすよね。ガチで42万人おって、はい、40万人ぐらいの人はもう奇跡に入ったんやね。ちょっと待って。え帰っていいっすか。いやでも楽しい、ね、気にならん。最高月収みたいなのを、はいはい、もし可能であれば教えてほしいですね。あ、よさこいのその3人だったんですか当時、はい、じゃあ言いますよ。はい900万です月収。はい。おお。あ、まあでもすごいね。たまたま案件と重なったのもあるんですけど、はい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 、その当時100万再生を結構連発させていただいて、はい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 、その時はまあ確かにおおってなりましたね。900万それが最高。そうですね、一応最高ですね。皆さん聞きました。 YouTuber 夢あるね。夢ある、うん、夢ありましたですね。夢ある。だってさスピリタス一気飲みするだけで月収100万になれるんですよ。いやいやいや結構きついっすよあれ。まあね。そして今はスピリタス飲んだ時より死にそうなんじゃないですか。いや本当そうっすよ。いや本当にそうなんですよ。本当にそうガチで。クマモン。あレバブル。あ来ました来ました。次レバブル。レバブル、はい、あ来た。あ光った光った、はい、光りました。当たりです。おはようございます。やった。かぶっとった。あごめん。なんで演者やってんだよ。だって俺こっちから撮りようかと思った。なんで演者やってんだよ。謝って。うわ SSR 来た。ごめんね。ごめんなさい。はい1カメ謝って2カメも。2カメ、はい、3カメ、はい、3カメも謝って。落ちますよ。ちょっと待って、収入賞逃すとかって危ないっけ。あっそー行かせていきます。ありがとうございます。あっこっからが勝負ですから、その 51% を取れてるかどうかなんて。そうですね、2分1しっかり取らせていただきます。チャレンジ成功でこのラッシュなんで。あ、ここでここ本当に気合い入れて、はい、例の必殺技を。必殺技が出るよ。刃物抜いてない。例の必殺技を。よっしゃみたいな。まあえあえてです。あえてあえてあえて、はい、あえて変に滑るよりかは、うん、こう実際入ったし、これ入ったんですよね。ありがとうございます。入れば正義なんで。よし、まあまあ、いやでもやっぱね、動画が伸びないとかやっぱ当然 YouTuber 悩むじゃないですか。いやでも本当にもうそれこそもう僕も全く同じ悩み抱えてて、どうすればいいんだっていう。はいはいはい。ちょっと今ね大事なところに待ってね、連打をしてください。連打を。いけ終わるやつ。頼む。終わる終わる、うん、やば、一発で終わる。 80% が。待って、え終わりっすか。はい 80% 一発で終わり。待ってくださいよ。それは聞いてない、聞いてない、マジ終わった。え早くない。えこの人と関わらんとこ、うん、危ないわ。え待って本当に、おパチンコまで俺を、パチンコまで俺を、パチンコまで俺をすげえ含みのある。ちょっと待ってくれよ。頼む、お前しかいねえんだって。ちょっとなんか本当に手が回らなくなってね。ガチきつい。頼むって。きついよな。あでもやっぱそういう生のリアクションってやっぱ、うん、パチンコにはやっぱ大事ですね。大事。あ終わりそう。あやべ終わるかもしれない。まあでもさ、ね、始まりがあれば終わりあるし。まあ確かに終わりがあれば始まりもあるやん、うん、終わらせなければ始まらないっていうのがやっぱこの代のね名言なんで。まあ、一度も始まってない人がいいよ。いや始まってる。俺と脇尾さんは、はい、もう1回は始まっとんよ。
昔々あるところに室岡くんがいましたみたいなぐらいまではあったないない脇尾さんはね、昔々脇尾というものがおった、はいはい、なんたらかんたらうんたらちゃって、はい、なんか物語が中途半端なところで終わってね、ちゃったちゃったちゃったなんか作者死亡で完結してしまったみたいな感じそうだ、昔々あるところに脇尾というものがおったそうじゃ、はい、めでたし、めでたし終わりやだこっから作りますよ物語は。これ、ね、俺たち損しかせんのよね、こうやって大体ね。いやいやいや本当に。いやもう分かってますよ。本当に。ちゃんと打ち合わせしてますんで、ね。大丈夫ですよ。ちゃんと打ち合わせしてます。むしろ美味しいんでいじってくださいってどう。やめてください。そこまで言うの恥ずかしい。すいません。ああ終わった終わった終わった。終わった。うわあ。いや脇をだけに。いやいやいや俺の脇を違うんですよ。よく言われます、ね。激アツ。うわ。えなんでこれ。いや当たるわ。残歩ではないんだ。残歩ではないね。あでもこれいやこれマジ当たるわ。当たるんですかこれ。うわじゃあ残歩でいけよ。ね、確かに。残歩の次や。ね、残歩流っていうのは、はい、あの。格変は終わっとんやけど、はい、まだ残ってる電柱掘りのことで、うん、なるほど。それで当たればその突破せずにまたラッシュに戻るんですよ。はい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 。生ラッシュだろ。え生ラッシュ復活やろ。生ラッシュ復活やんね。ほら赤いもん、うん、復活やんね。ほらびっくりした。なんだよびっくりした。恥ずかしい人だと思ったのに。俺もめっちゃ恥ずかしくなりった今あんだけ当たるわとか言いながら、ね、あこれメガカスが、ね、残歩で抜けてしまったけや。その1個が足りんやったね。もう1人メンバーがおらんくなったんですよ、はい、なるほどね。でも僕は一応あのパチンコ業界のユニット名で残歩流っていうチームがあるんですよ、はい、ああなんかあれあれっすよね。あれ旅内ジェームズさんと、はい、そうですそうです。あの方確かにメガカスはちょっともう、はい、残歩流が1個消化されてしまう。じゃあ開きましたね僕の。ちょっとあんまり不謹慎なのであんまり言いたくないんですけど、はい、メガカスのこと好きだとちょっと俺あちょっと収録続けねえかもしれない思い出し。あえあごめん思い出ない。いやいやいいよやばまあいやいいまあまあ切り替えていこう切り替えていこう切り替えていこう。いやできないっすパチンコ打てないっす。え待って待っていやいや大丈夫大丈夫。本当にそうだったらここで名前も出せないですからね確かにね、うん、そうですよね。よかったよかった僕は大好きなんでねメガカスさんのこと、はいはいはい、よかったよかった、まあでももう今日ねちょっと軽く実践を通して、はい、もう新しい4人目の残歩流決まりそうやね。えただその条件があって、はい、やっぱ僕らと一緒に仕事してもらいたいんですけど、はいまあ、いつでもやっぱこう対応でしてもらうために、はい、自分の一番大切なものを捨てられますかっていう。そうなんですよ。そんなあるんですか。 あります本当ですか。カメラマンも前歯捨ててるじゃないですか。ああなんかカメラマンも前歯捨ててます。ディレクターは人の心捨ててるでしょ。何を捨てれるんですか。じゃあ捨てれるんですかって。捨てれるものは決めれないですか自分で。いや決められないです。あじゃあ一応聞く。これだったら捨てれるんだ。それが似合ってるかどうかを。うわでもよさこいさすがに、はい、僕らがちょっと引っ張っていかないといけないんでちょっとそこは勘弁してほしいなと。はい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 。っていうと同等のもので言うと、はい、内臓でいいですか。お笑いの、はい、お笑いのあれで言うと今のはめちゃくちゃタバコやめますとかそのくらいの軽いやつじゃないと。同等っすよ同等。結構ちゃんと考えたらいいっすよ本当に。え私たちのことニコチンぐらいしか思ってないですよ。うっせーなよこのやつ。すごいカメラマンの人がすごい収録中だよ。いつもこんなんすか。何やってんだこいつ。何はともあれね、まあ、よさこいバンキッシュさん、脇尾さんはね、はいまあ、メンバーのことをニコチンと思ってるっていうことですね。いやまあそれは全然否定はしないです。否定はしない。同じくらい大切だよっていう。ニコチンと同じくらい大切だよ、はい、まあ確かに結構大事やな。大事っすよね、まあまあ、どう考えても出演者からしたら、うん、僕もねあの12時間ぐらいタバコ吸ったらちょっと震え出すもんですよね、うん、460ぐらいで当たりそうなんやけど熱いって出たんやけど暑いって出てるんやけど。あれ暑くなったら、はい、あの話の途中でも遮って言ってね。はぁーっつって。いややめてよ。調整が光れば激熱。いがー。
やだやだ。光ってん。お、当たる。当たりそう。いちご柄も。いちご柄です。かわいそう。もうかわいそう。村さん。あと30回。あと30やん。きち。何言ってんムロか、ポジティブ足りてへん、入れりゃいいんやから。マジでポジティブ。もうなんかただ変なボーボットをやってたけど変なボーボットをやってたよ。もうもはやあれか、振り分けか。頼む。うわダメだ、振り分け。まだまだいける。ここ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 避けるチャンス。目つぶる。避けた避けた、やった。お、避けたよ。おおや、マジ？え、これ入ったな。あ、当たった。よっしゃー、ナイス。30回転お得だ。すごい、30回転お得。でかい。当たっちゃった。よかったね。よかった、本当によかった。ビッグバンラッシュゲットということで、はい、うん、なんてもんのあるわけないでしょう。はい、永遠なんかないからすぐ終わるってことですよ。やだやだ。いや、それはもうどんなものにも終わりはある。まあまあ確かに。うん、ただいけ。長い。よし、よかった。なんか今長かったね。あ、これ10ラウンド引いて、引いてる？20% が10ラウンドなんで、まあまあチャンスはあると思います。あ、いい。なんかやっぱ面白い。やっぱ原産タイプって面白いよね。下が。あ、これやん。取った。当たりました。すごい。よう当たるな。当たるっすね。だからなんかね、負けたってなるとさ、なんかお店さんに対してさ、なんか、うん、なんかここはなんか良くない店なんかなみたいな、うん、なるけどさ、メガキャンしに来たんかなって。そうそう、うん、もう今日脇尾さん全カットかなこれ。負けたら俺メガキャンしてました今。ダメ、お前ら金払ってんだからなんかパパ活しよう。ガチで金払ってんだ、金払ってんだこっちとろ、お前。まあ、確かにサンドにお金は払ってますけど。ヒートタイムリーチになれば激アツ。え、あ、入れた分は戻ってきてほしい、お願いします。入れた分だけは戻って。なった。リーチになれば激アツゾーンでリーチになったんで。あっつ、室岡君仲良くラッシュできるかもね。ほんとや、またやっぱこれだよね、結局ね、まあ、トークバラエティパチンコ番組みたいな感じで言うけども、やっぱりパチンコ番組なんて出してなんぼなんだね。そら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 、これもうマストなんだよ。これもうマスト、いちいちオーダーされんでも、まあもちろん出す、当たりの絵を取る、これも当たり前ね、演者さんとして。で、そちらの方はお前もっと金払ってきてんだから、お前頑張るんかい。一般の方です。一般の方。おい、頼むぞ。10ラウンド保留で。あら、やばいことなってます。え、激アツ、え、外れたんですけど。あれ、まあ、外したんですか。 ああいうのって外れるんや。外れる。外すんですか。あのね、009はね、何でも外れる。やばいね。何でも外れる。ああいうのって外れるんや。筐体バイブしたらね、熱いんやけど。あ、なるほどね。うん、もうバイブマッチかじゃ。あ、わかんない。あったー、バイブ来てる。ぐるりました。もう満タイ。いけるやろ、室岡君。一緒に出したろ。一緒に行け。ヌンチャク使わな。あ、グン出た。うわ、すごい。まだ当たるわ。まだまだ全然やってない。復活みたいな。復活みたいな。復活。パンパンパン。キューンとかない。ないね。うん、ないね。ないね。お腹すいたね、帰ろっか。そうそうそう、俺、ね、なんで当たるんこれ。お腹すいたな、ね、なんで当たってしまう。タバコも吸いたいし ねそろそろヤニが切れてきました ねこれもう。ていうか、まあ俺らでもう飯食い行く。行きますか。カメラマンとかも多分もういい加減お腹すいとうと思うよ。うん、でも、ね、感じてますわ。だからランバルさん一人さ、なんかまあとりあえずラッシュ終わるまで、うん、すいません。まあ頑張って、頑張ってください。そうね、うん、そうしてもらおうかな。お疲れ様でした。本当でした。本当にそうしてもらおうかな。いや、当たりや、当たりやけ、いいことやって。まあそうっすよ、当たっていいんやけど。もちろんもちろん。そんなもん、パチンコ当たって喜べんとかねえけ。そんなもん。いや、飯でも食い行ったら俺一人で打つけ。最後まで。じゃあお疲れ様です。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 それはダンマルさん、これ断髪やったらおごり要求の日に、いいっすか。もちろん。よし、こんなんね、 10% 引くやつなんかね、もうおごりで当たり前や。逆に頼む、1回でも当たったら、うん、無料格のおごりね。頼む頼む。
パーン、イエーイ、行ってくれよ。これはまさかお前らさ、人の不幸を望むような人生何が楽しいんだよ。応援しろ、おっこり、生き生きしろ俺よ、おっこり、はい、おっこり、俺よ、おっこり、頼む、おっこり、酒先のおっちゃん、おっこり、頼む、おっこり、俺よ、おっこり、よしよしよし、オーケーオーケー、まだ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 、ラストよ、はい、ラスト、はい、ロースト、なんでさ、そんな人の不幸さ、頼む、しゃー、ほーい、ご飯おごり、ほほー、違う、ラムラさん、人の不幸ね、飽きまへんよ、こんなもんこんなもんで、あかんで、こんな突破してね、一発目でね、駆け抜けるとか、ほっぱも飽きまへんよ。記憶をなくしたサイボーグしな。誰が記憶をなくしたサイボーグやねん。え、自分誰なんすか、誰なんすか、誰なんすか、バンド、バンド、あ、え、バン、バンド、記憶をなくした、記憶で、お疲れ様でした、バンド、出てこん、結果発表、お疲れ様でした。よいしょ。お疲れ様でした。よいしょ。どうですか、初めてのエヴァ以外のパチンコは。まあちょっとデビューとしては本当に悔しすぎるというか、なんかそのパチンコでさえ俺をいじってくるっていう。でさえ。本当に良くないですね。ちょっとやめてもらっていいですか。我々がなんかまるで、ね、いじったみたいな。いやいや。和久くんをいじったみたいな。でもあのまた出たいと思いました。マジで出たいっす。あ、マジで出たいっすか、はい、本当に出たいっす。おお、これは嬉しい、はい、まあこっちからお断りやけどね。なんで、ね、いや、なんでか聞く、ちょっと聞いて、いや、なんでって言ってるんで、まあ、教えてあげてください。本当のやつ言っていい。あ、本当のやつ言って、相馬さんがいいな。ということで、負けた場合は記憶はどうなるんでしたっけ。髪の毛が赤色になって、名前が秋穂になります。イエイ、よさこいバンキッシュのパキホー。ええー、その2つ目の動画がオンエアされるまで、までちょっとされてからじゃなくて、からで、この人マジで動画内でも一切喋っちゃダメ。この人ヤバくないっすか。なんだなんだ、待って、ちょっと待ってくれ。ヤバ、これガチで決まり。それでパキホー的にはいいんじゃない。パキホー的にはどうなの。パキホー的には全く問題ないっすよ。あら、じゃあこれにしましょう、はい、ツイッターに赤い髪の写真を上げて、はい、どうも、はい、よさこいバンキッシュのパキホーです。これを一回つぶやく。分かりました。で、はい、この動画が上がるときに、はい、その写真とともにリツイートお願いします。あ、オッケーオッケー。この動画の拡散リツイート。あ、了解です、了解です、はい、そうね、理由は動画を見てくださいみたいな感じで、はいはいはい、そうですね。これはもうあの双方にとってウィンウィンじゃないですか。うん、ね、間違いない。一回でいいし、一回でいいっすよね。めっちゃいい人でしたね。めっちゃいい人だった、うん、めっちゃいい人ってことめっちゃ悪いんですよ、うん、じゃなくて、やっぱ面白いって言われたいのに、めっちゃいい人って言われたから、だからそうなんですよね。面白いかって言われると、ちょっと待ってくれ、もう皆まで言わないで。お願い、頼む頼む、終わってくれ、終わりです。それではまた次回のオーラルージュでお会いいたしましょう。さよなら。